こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアージでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はピアルチのトゥルダナイトです。When you cryこれから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとあらませてよろしくお願いします。簡単な説明です。名前は PRT です。活動は2021年からしました。事務所は G ナンバーです。バンド PRT はミュージカル俳優出身3人と日本の音楽専門学生2人で構成された5人組の韓国人バンドでございます。バンド名ブルーロックスラッシュ、略して PRT はイソヒヨドリという鳥の名前です。その鳥は韓国と日本の近くの海辺に主に住んでいて、 PRT がこの鳥のように世界に向かって活動の第一歩として日本に向けた心がこもっています。この曲は PRT の初のデジタルシングルアルバムになります。この曲の歌詞はドラマのセイさんの大学生時代の友達デイビッド・ジス・キムさんがアメリカのバクリー音楽大学に通いながら書いてくれたとコメントをしました。この MV の監督さんは一番大切にしたかったのはこの曲の歌詞ですとコメントをしました。皆さんも映像と歌詞に集中しながら見てください。では行きます。아글자너무예뻐노란색잘어울리는것같아편하게아우잘생겼다다그냥그니까요 되게일본음악을한1년동안공부했다고하더라고요아그래서다양한뭐영향을받아서만든곡인것같아요어쩐지 K-POP 이랑 J-POP 이랑뭔가섞어놓은것같은느낌도들고아보컬목소리가진짜좋은것같아나지금연습중이야이거듣고연습해야되겠다는생각이들더라고베이스표정도되게진짜몸으로퍼포먼스랑표정으로도퍼포먼스다하는것같아요좀많이느껴버린느낌이곡이약간그빠르게바뀌어요훅훅복잡하지않은멜로디에이렇게안지러하게이렇게진짜확확바뀌는짧은간격으로안질리더라고뮤직비디오색감이진짜예쁜것같아요뒤에배경색깔도계속바뀌어보고있으면니트가잘어울리는어영이잘한다저렇게카메라정면으로보는건쉽지않을텐데이배경에같이찍은것도굿즈하나나왔더라고요아그래요저도하나샀어요되게이뻐서뭐나도사야되겠다손가락이되게긴것같아병원치는거진짜기네요지금여기서부터화세가딱바뀌더라고바뀌면서음악도싹바뀌어주면서딱잘어울리더라고뮤비도그냥그렇게음악이바뀔때마다계속바뀌는것같아요악기구성자체도그렇게복잡하거나그러지는않아요전처음에보고딱눈동자들어가서드러머가했을때한대맞은줄알았어요 맞았을때그리액션못해가지고어진짜느끼고있어이봐봐어야야뭘느끼는걸까요베이스를기타솔로라인너무좋아그러니까요진짜되게풍경이랑도너무잘어울리는것같아요
すごいかっこいいですよね。そうですね。こういう曲に似合わない感じのソロなんですけど、いや意外と似合うなと、ちょっと学ぼうかなと思います。一人一人の魅力が全部見えたので、本当にこうライブのことをいや行ってみたいなとなんか思いました。ライブも定期的にやるみたいですね。あ、そうですか。どこでやってる？新大久保のショーバックスっていうところで定期的にやるらしいです。いや一緒に行こうよ。結構な頻度でやってるらしいです。去年デビューしたと聞いたんですけど、結構5人がちゃんと、ね、力を集めて準備したかなと思いました。もう J-POP を聴きながら1年以上勉強したと聞いたんですけれど、韓国のことと日本のことがよく混ぜて新しいジャンルの音楽ができた感じです。날씨도한번큰것같아요。오나이장면너무좋다。좀흐르네요。스네요。유로즈즈때아카르쿠나를感じですね。오오오어떻게하는거지？오스물됐어요。この構成、あ、いろんな구성도일본 J-POP에서많이나오는구성이잖아요。의외로신스같은악기를싹딱배제한것같아요。기타가정말많이들어가요한번여기보컬이펙터도너무많아요。저는마지막곡엔딩요정요새그런느낌아니에요。明るい未来を。뒷모습도잘생겼다다섯명。엉덩이가예쁜데요。오그럼どうでしたか？僕はいつも先に歌詞を見るんですけど、歌詞を見たらこの夜も通りますよの感じなので、今大変なことがあっても後では明るいことが来るから希望が見えたと思うので、本当に心が温かくなりました。これから応援します。なんか歌詞通り本当にあの夜には走ってる感じがします。ボーカルの歌い方的にもそうだし、ギターの音もそうだと思いました。夜って結構辛い時間の感じじゃないですか。その夜をあなたが寂しくないように俺が一緒にいてあげるとも言えると思いますけど、外国人なのに逆に日本の方を応援する内容を聞いてかっこいいなと思いました。僕は意外と単純な編成のこの曲だからこそ伝えるメッセージがあると。ちょっと派手な雰囲気だったら割と合わなかったんじゃないかなと思って、伝えたいメッセージがあって、それをちょっと簡単な形でパッて集めてこうやって伝える感じがしてて、すごくいい曲だなと思いました。ついにリリースされたと聞いたんですけれど、そんないい曲が出るまでみんな頑張ったと思うので、本当にたくさんの応援を送りたいと思います。見ながらもう自分自身のことの勉強になったし、本当にいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。 When you cry, I listen